皆さん、こんにちは。なるほど、おてんです。今日はこちらのスーパーカップスイーツの、えー、タピオカ紅茶ラテですね。えー、こちらを、えー、ちょっとですね、中見てみたいと思います。明治、明治さんですね。エッセンス、エッセルス,スーパーカップですね。なんか、スイーツ、私初めて購入したんですけど、今こんな感じですか文字が違う。こっちですね。アイスと素材が重なり合ったケーキのようなアイスも、 アイスケーキですね。クリスマスでしか食べたことないんですけど。おー、すごいですね。この上に乗ってるの何ですかねうーん、なんでしょう <laughs> わかんない、まあ。食べたらわかりますかね。さあ、えー、では、こちらの断面をですね、ちょっと見てみたいので。まあ、どういった断面見んますかね。おー、柔らかい。あ、そして上のが溶けちゃう。落ちちゃう、落ちちゃう。よいしょ。 どんな感じですかねこんな感じうん、ちょっと絵面が。<laughs> 絵面がおかしいですけど。さあ、では、えー、真ん中ですね。切ってみます。さあ、どんな感じおーあ、すごいなんか、テレビでよく見るやつじゃないですか。こんな感じですよ。わかりますかねちょっと待ってください。私、えー、写真も撮りたいので、ブログ用ですかちょっと、失礼しますね。 オッケーです。<laughs> 取れました。ということでですね、こんな感じですね、ちょっと開けてみますかね。こど,こどこにタピオカ入ってるんですかね。あこうするとちょっと綺麗ですね。ちょっといただいてみますね。うん。おっ、なんか中にあ、もちもちしたの入ってる。これがタピオカってことですかね。 あ、美味しいです。あ、もちもちしてる。あ、アイスケーキ。いや、美味しいですね。これぜひ皆さんも、えー、よかったら食べてみてください。え、ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。